葛飾区議会は東京都葛飾区の地方議会。2017年11月12日執行当日、有権者数37万2329人、最終投票率43.62%、定数40人立候補者、数59人2017年11月の葛飾区議会議員選挙において、最下位の第40位で当選した。 無所属新人の大森幸子候補が2176票、第41位で自転落選した無所属現職、元区議会議長の間広司定候補が2175票となり、1票差で当落が確定した。この開票結果を受け、間は同月21日、葛飾区選挙管理委員会に対し、苦戦官が無効票と判断した票の中に、 間の有効得票がある。苦戦官が大森の有効得票と判断した、票の中に無効票がある。確認が十分になされていない疑いがあるとの理由で、大森の当選無効を求める意義を申し立てた。これに対し大森も苦戦官に意義申し出来客の決定を求める請願を行った。苦戦官は、同年12月14日、合だという票が一票あったが、これについては、 間の有効投票とした、大村と書かれた表があったが、これについては、大森の有効投票ではなく無効票として扱った、党と説明し、間の申し立てを帰却した。間は、この決定を不服として2018年1月、東京都選挙管理委員会に審査請求。同年2月3日、都選管は臨時委員会を開き、 当該選挙において投票された全162,399票の回避点検を行った。この結果、大森の有効得票とされた票の中に、大森陽子、大森秀子と書かれた票が、それぞれ1票あった。同選挙においては、公明党現職の久保陽子候補と、日本共産党新人の木村秀子候補があり、 と、選管はそれぞれ下の名前の読み方が同じ候補者がいたのでこの2票は、いずれの候補者に帰属せしむべきか判定不能であり、大森の有効得票とは認められず無効票であると判断。大森が2174票、間が2175票であったとし、間の請求を認め、大森の当選は無効と採決した。大森は、この採決を不服として、 同年3月、都選館の採決の取り消しを求め、東京高等裁判所へ提訴したが、交際は、同年7月25日、上日の2票は、特定の候補者の得票とは推認できないとして、都選管の判断を指示し、大森の請求を帰却した。さらに大森は最高裁判所に上告するも、同年12月11日、最高裁判所はこれを退け、 大森の当選無効が確定した。地方自治法第128条及び第283条の規定に基づき、大森は同年12月11日まで区議会議員を務めたが、同日付で失職した。司法判断が最終確定したことを受け、苦戦官は同年12月21日、公正決定選挙会を開催。間は七回目の当選。同日、 間に当選証書が交付され、総称は集結に至った。渡辺清子、葛飾選挙管理委員会委員長は、今後もこれまで、同様に公正、適正な執行を心がけると同時に、投票の効力判定にあたっては、今般の司法判断の趣旨に基づき厳正に行っていく所存でございますとのコメントを発表した。ありがとうございます。